毎月第4週の月曜日はこのコーナーです。 B 型肝炎、C 型肝炎、ウイルス性肝炎の最新情報をお届けしていきます。今日もスタジオには医療法人社団水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌から川西輝明先生にお越しいただいてます。川西先生、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてお隣にはですね、このコーナー何度かお越しいただいております。改めて自己紹介お願いいたします。はい、医療ソーシャルワーカーの大野です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで今日は肝がん検診団の事務局長です。ああ、肝がん検診団の事務局長も、はい、そうですね、いろんな肩書きがありますからね。はい、はいはい、ということで大野さんと川西先生とで今日はお届けしていきたいと思います。それではまず川西先生、この1ヶ月どのような活動といいますか動かれていらっしゃいましたか。はい5月はですね、はい、あ、そうですね、縁がある北見での肝がん検診がね始まってまして、で、まあ、肝がん検診団の総会もあったんですけども、まあ、縁があるでは42名、北見では46名の方が受診してくれました。うん、まあ、コロナの騒ぎもあってですね、縁があるの方々すごく自粛モードではあったんですけども、まあ、こんな状況の中でもやっぱり肝臓心配だったということで、ね、本当に心配で心配でということでね、受診される方が多くてね、はい、まあ、北見の方も同じような形で検診してもらえて本当に良かったっていうふうに言っていただいたのでね、私たちも行った甲斐があったかなと。で、地元の方でも北見の、消化器クリニックさんのね、はいはいはい、島田先生の協力で北見のクリニック借りることができてね、まあ、行政の方は検診ちょっと自粛なのでということで、ちょっとサポートできないっていうこともあって、はいはい、まあ、そういった医療従事者の方々の、まあ、協力でなんとか実施ができたと。で、6月は新篠津はやはりちょっと難しいということで中止になりまして、うん、滝川は8月29日の方に変更して土曜日なんですけども実施できるような形にしたいなということでねやってました。で、6月に入って、滝川での肝炎ウイルス検査のね実施、医療公演と実施してきて、6月15日に、先日ですね、岩内の方でも実施してきて、大体、はい、まあ、滝川は来られた方も5、6名だったんですけど、心配だということと、はいはい、あと岩内の方も16名ぐらい受診してくれてね、うん、で、なかなか行政の方も宣伝しか していいんだか悪いんだかっていったところもあって、まあ、チラシを北斗新さんに挟んでもらったりとかして、はいはいはい、まあ、受験される方をこう少しでも多くできればなということでやってみてですね、実施してきたというのが現状になります。はい、はい、ということで、いや新型コロナウイルスがね流行ってる時に他の病気がね、うん、なんだろう、抑えられるんならいいけどそんなわけないですもんね。そうなんですよね、はい、なのでやっぱりご自分にとって何がその健康としてポイントなのかっていうかねっていうところが結構違うと思うので、新型コロナウイルスだけじゃなくてね、そうなんですよね、やっぱ他の病気も大事だよっていうことがね、うんうんうん、そっちの方優先の方もたくさんいらっしゃるのでね、そうそうそうですね、だから今この時期だから検診しなくていいっていうかね、自分の体チェックしなくていいってわけじゃないので、うん、むしろこういう時だからこそ、ね、気持ちがちょっと薄れがちだから、他のその新型コロナに気持ちがいっちゃって、だからこそ今ねチェックするって大事ですよね。そうですね、はい、まあ、肝臓元気にしてないとコロナの免疫力も保てないっていうのがあるので、ね、本当肝がんのチェックっていうのは非常に肝臓病を持ってる方には重要なんですけどね、はいはい、これ肝がんの検診っていうのは内容としてはどういうことを改めてされてるんでしょうか。そうですね、血液検査で肝臓 の、うんうん、障害が起きてるかどうかを見る検査と、はいはいはい、あと超音波のエコーの検査でね、うんうんうん、お腹の中に腫瘍性の病変、がんだとか他の病気が隠れてないかどうかをチェックするっていうことで、まあ、肝臓の働きを維持していく上で最低限の検査を行ってるっていうことで、うん、じゃあ血液検査と超音波エコー で、ね、この2つで検診されてるっていうことなんですね、はい、で今日お話しいただいたとおり、道内いろんなところにお出かけしてですね、こういう検診をされているということですね。B 型肝炎の、ね、原告さん方 のやってるオレンジ基金の助成がもらえたので、はい、今までは札幌市内の方だけ無料ということでやったんですけども、地方の方でも無料化できる目処がついたので、そういった形で無料で実施してますっていう案内を送りながら、はいはい、やってる形ですね。まあ、お金がかかるのを知ってる人はね、なんでこんな無料でできるんですかっていうことで、すごくこう疑いの眼差しの問い合わせがあったということで、オーナーの方からも聞いてるんですけどね、そんなことをしっかりとねやれるようにってことで、まあ、逆に言うと女性のお金が尽きたら終わりなので、そこからは有料になりますから ね、はいはい、無料のうちに受けてくださいっていうところでもあるんですけどね、はい、まあ、無料っていうとちょっとハードルが1個下がりますよね。そうですね、はい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 、なのでそのハードルがねやっぱ低いうちにぜひね
利用していただければなと思います。はい、それだけやっぱりね B 型の原告さん方は本当に肝炎で苦しんでる人たちがいるんだから、一人でも多くの人が助かってほしいっていう思いで、あのお金を積み立てて基金作ってますからね、はい、本当にあの皆さん方の健康のためにね活用していただければと思うんですよね。はい、ということでこの1ヶ月の動きでございました。大野さんはこの期間中というか、いかがお過ごしでございましたか。まあ、ステイホームよく叫ばれてた昨今でございますけども、まあ、そうですね、はいはい、まあ、お家にいて、まあ、肝臓クリニックで職員のスタッフのブログを、はいはい、書くのをやってるんですけども、うんうん、それで自分なりに、はい、見ていただける方が少しでも元気になるようにと思って、まあ、いろんな自分の家でやってることをですね、はいはい、一生懸命ちょっと書いてみたりですとか、先生の方でなぜ何カードって言うんですけど、うんうんうん、まあ、クリニックこれ どうしてこうなってるのとか、うんうん、いろんなこう疑問があるものについて、はい、それにこうお答えできるようなものをスタッフで書いていこうということで、そういったものを家でちょっと考えながら、うんうん、パソコンに入力して、まあ、休みが明けたら先生にこう出してみて、こんな感じでどうでしょうみたいな、そんなのをやってましたね。なるほど、はい、ちなみにそのブログなどにもお書きになったということを伺いましたけども、お家で何をされてたんですか。例えば一例を挙げるとしたら、私あんまりこうクリニックのことを書いてなくって、うんうんうん、お家の生活の中のことを書いてたんですけど、実は私包丁研ぐのが好きでして、なるほどなるほど、包丁をこうやったらうまく研げるよとかですね、はい、ちょっとまだブログに出てないんですけど、はい、お風呂場のカビがちょっと目立つようになってきたので、はい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 、こうやったら落ちるよっていう、やってみたらすごかったっていうものをですね、ちょっと記事に書いて写真も撮りつつですね、ちょっとこうアップできたら皆さん読んでる人がへーって思ってくれればいいなと思って、そんなの書いてます。包丁研ぐのはいわゆる砥石でやってらっしゃるんですか。そうですそうです、はいはいはい、まあ、結構大きい何千番っていういろんな種類があるんですけど、そうですよ、ね、目の細かいやつがあって、はいはいはい、でそれを父の日に娘がこう買ってくれたものですから、まあ、余計力入るなと思って、そうですね、こう、はいはい、研げなくなってるような包丁ですね、それで試しにやってみたり、はいはいはい、してます。なるほど、はい、ストレス解消にもなるんじゃないですか。そうなんです、はい、意外とそれに集中して30分ぐらいこうやるとですね、はいはいはい、かなり切れるようになるんですけれども、かなりストレスは解消できるかなというふうに思ってやってます、うん、あれなんですかね、ああいう作業がいいんですかね、単純作業というか、そうですね、無心で、はいはい、単純作業やるっていうのが、うんうん、結構いいみたいです。ですかもね、はい、余計なこと考えてしまいがちですもんね、私たちってね。そうなんですね、ぐるぐる考えちゃって結局答えが出ないままなんかモヤモヤしちゃうっていうことが、はい、考えない時間って大事かもしれないですね。そうなんですね、はいはい、そのコロナのことから別のこう考えにこう切り替えるというか、うんうんうん、それを考えないようにするっていう、そういう時間も大事なのかなっていうふうに思ったりします。ですよね、はい、先生はよく楽しいことを考えるようにってよく言ってくれるんですけども、まあそういうのも一つなのかなと思ってやっています、はい、包丁研ぎいいですね。ぜひ皆さん、はい、もし なんか考え事しちゃうなって時がありましたら包丁研ぎやってみるといいんじゃないかなと思います。ちなみに時間帯はいつ頃やってらっしゃるんですか。日中、はいはい、やってるんですけれども、包丁を使わないお昼から夜までの間、なるほどなるほど、夕食作るまでの間にですね、ちょっと包丁貸してって言って、はいはいはい、台所でこうシャカシャカと研いでるんですね。なるほど、はい、夜中に研いでるとちょっと危険ですから、ね、そうですね、家族がやめてって言われるかもしれないですね。そうなんですね、はいはい、夜中はちょっとやらないようにしてます。そうかもしれないですね、はいはい、でもなんか夜中の方が集中できそうな気もしないでもないですけどね。そうですね、はいはいはい、だからみんな夜中のあれが物語になるんですかね。そうなんです、そうじゃないですか、やっぱりなんか包丁ね、昔話ではね、やっぱり夜の台所でおばあさんが研いでるイメージありますけどね、はいはい、力いるんですか。結構力、そうですね、でもそんなに押し付けてっていうわけではないので、結構切れます。普通にただ手を添えてこう取るだけなんですけど、石と包丁の角度がちょっとなかなか難しいんですけども、それをこう一定に保つようにして研ぐとすごく切れるようになります。コツをつかむと結構そうですね、誰でもできるかなっていうところですね、はいはい、ぜひブログを見ていただければ、はいはいはい、ぜひぜひ書いてあります、ご覧ください、はい、ブログのタイトルを教えてください。まあ、何でどうやって検索したらいいですかね。肝臓クリニックの、はい、公式の、ホームページがあるんですけども、はいはいはい、その中に職員のブログっていうところがありまして、そこをポチッと押すとですね、はいはい、職員のブログがわーっと出てます。いろんなスタッフが書いてますので、
すごく楽しいブログになってますので、ね、はい、元気で長生きを一緒にっていう、ね、タイトルでブログのページは作られてますね。はい、はい、肝臓クリニック札幌のホームページから見に行くことができるということですね。はい、はいはい、ぜひぜひ、包丁研ぎのねエントリー投稿をぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。川西先生から見て大野さんは、まあ、大野さんこうやって家でね包丁研ぎしてるって言ってましたけども、ね、はい、あの差もありなんてございますか？いやもう本当にね、うち、まあ、クリニックの職員ではありますけども、はいはいはい、あの肝斑検診団だとか、うんうん、肝炎友の会の方の肝臓友の会の方 の, あのなんていうの支援というか助けてもらうという意味では、はいはい、非常にあの重要な仕事をしてくれてまして、うんうん、あまり本人語らないかもしれないんですけど、まあ今回あの肝がん検診とかのコロナの対応とかでもあの延期したりだとか中止したりだとか、その連絡だとかのね資料だとか、あと電話での問い合わせとかをもう一心に全部受け止めてくれてね、まあ先日なんかもね、あの稚内の肝がん検診受けた方が肝が見つかって助かりました、俺の電話が来たんですよね。そういったのもまああの聞かせてもらったりだとか、本当にあの肝炎ウイルス検査 の, その無料のねあの問い合わせだとかチラシだとか見て、あのこのあのたくさん来るんじゃないですかって心配してくれる方もいるんですけど、まあ実際そんなにたくさん来るもんではなくてですね、まあ私たちがやってるのはあの本当にあのそういうのを見たきっかけの人たちだけでね、あの広く集めるっていう力はないもんですから、まあそういった意味でも安心してあの来てくださいっていうようなことを話してもらったりだとかってことでね、あのいろいろ心を砕いてもらってっていうか、まあ、いろんなところで配慮してもらうっていう意味では、うん、あの非常にあの私たちにとってはですね、かけがえのないスタッフなんですけども、はい、そんなことないですよとかって言ってますけどね、はい、あの非常に、ね、あの重要な役割してもらってるので、はい、もう私も助けられてるっていう状況なんですよね。なるほど、なるほど、ということでございまして、はい、あのじゃあよくこのコンビで動いてるっていうのはよく見る光景ということですね。そうですね、香川県人とか、ね、お二人で動いてらっしゃるのね、はいはい、ということでいつものコンビでございますということですね。はい、で今日ですねこのコーナーの前にですね、先ほどあの全国 B 型肝炎訴訟原告団の小川さんがですね放送局に寄っていただきまして、北海道 B 型肝炎原告団の肝わら版のですね、6月号かな、第7号、6月発行の第7号というのをですね届けていただきました。中を開いてみますと肝臓に効くヨガレッスンボリューム2というのが特集されておりまして、恵庭でヨガインストラクターをされているゆうかさんがですね座って体側を伸ばすバージョンということで、ヨガのワンポイントレッスンをですね写真とあと文章でしてくださっております。その他ですね、先月ご紹介いたしましたあの電話相談ですね、B 肝サポート無料相談ダイヤルのこともですね、載っております。こちら一応番号もう一度ご案内しておきますと、 B 肝サポート無料相談ダイヤルは 0120-882237 番、毎週2回、日曜日と月曜日10時から13時と13時半から16時半の、午前午後ですね、やっておりますということで、一人で悩まずあのぜひご相談くださいというこういったね窓口も開いておりますということがですね特集されております。あの個人的にヨガはですね本当におすすめで、あの体硬いからって思う方とかね、そういうポーズできないからって思う方もですね、意外とポーズがそんなに大事じゃなくてですね、そのポーズに至るまでの呼吸だったりとか、あ自分の体ってこう動くんだなっていうのを意識するのが大事だったりすると思うので、ぜひぜひおうち時間おうちタイムですね、あのこういうヨガレッスンとかご自宅でされてうまく体を整えていただければなと思います。ということでございますね。この肝わら版見てみますと、北海道原告数が現在3641名になっておりまして、和解原告数は3322名となっております。5月15日現在の数字でございます。ということで、北海道 B 型肝炎原告団の肝わら版からちょっとご紹介させていただきました。さて、川西先生、今後の予定とか教えてもらってもいいですか？はい、まあ、今週はですね明日あの小樽でその医療講演と肝炎ウイルス検査と脂肪肝エコー体験というのをやっていきます。うん、
で今週の金曜日の午後にはですね、24件琴二付近と8件の方でまたそれも午後からですけども実際無料のやつでやっていこうということで準備してますので、ぜひね今週もやってもらいたい、いろいろ活用してもらえたらねいいかなと思います。あと7月に入ってはですね、7月の13日ですね、これは午前午後で、北区民センターと手根区民センターで同じようにやりますし、20日はですね、岩見沢の方に行ってそこでまた医療公園だとか簡易ウイルス検査ということでどんどんやっていきますのでね、まあ、各地で無料の体験ということで向かっていくっていうことを実施したいということで今年度ね掲げています。まあ肝臓のクリニックの、ね、外来を休みながらやったりとかっていうことでやってるので、まあ、受診してる方にはくれぐれも休みの時、休診の時に来ないように活動日の時に来るとやってませんのではい、はい、それをちょっと協力願いながらねやってるっていうところになります。であとは7月の肝がん検診は佐市と稚内の方でやりますので、はい、その準備をですね今どんどん進めているという状況です。はい、ということでね、はい、自分もちょっと検診受けたいよっていう方とか、あとですねもっと肝臓のことをね知りたいよっていう方はぜひですね、川西先生のブログ詳細載っておりますのでご覧いただければと思います。タイトル教えてください。はい、肝臓病とともに生きる人たちを応援しますというブログをやってますのでぜひご活用ください。はい、ではここで今日もですね楽器をスタジオにお持ちいただいておりますので一曲披露していただいてもよろしいでしょうか。はい、よいしょよいしょ。今ですねアコースティックギターを抱えております。はい、はい、今日はまずは一歩っていう曲ですね。まあ私のレパートリーも少ないので回し回しにはなりますけども、まあ、何かしらチャレンジしてねいろいろやっていきましょうっていうことで作った曲なので聴いてみてください。それではここでラジオをお聞きの皆さんにお知らせです。集団予防接種の際注射器の使い回しが原因で40万人以上の方が肝炎ウイルスに感染していると言われています。注射器の使い回しによる感染被害は昭和63年まで認められています。肝炎ウイルスに感染しているかどうかは簡単な血液検査でわかります。保健所や医療機関などで原則無料でこの肝炎ウイルス検査をしています。検査は採血だけなので短時間で済みます。詳しくは最寄りの保健所、お住まいの市町村にお問い合わせください。また集団予防接種などにより B 型肝炎ウイルスに感染された方には
国から給付金が支給されます。詳しい資料請求はこちらまでご連絡ください。全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団弁護団、電話番号は 011-231-1941 番、231-1941 番となっております。さて今日は川西先生と大野さんにお越しいただいております。大野さん改めて、はい、ソーシャルワーカーあと社会福祉士、主任ケアマネージャーという肩書きがございますけれども、はい、ソーシャルワーカーの立場からですね、最近なんか感じていることとかもしありましたらラジオを聞きの方に向けて一言いただいてもいいでしょうか。はい、今こういう新型コロナが流行って、うんうん、外にも行けないですし、はい、自分の病気を抱えて受診もできないで非常に困ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、ね、なかなかそれがこう医療機関にいる私たち相談員の方にこう聞こえてこない部分があります。できっと皆さんやっぱりこう自分の中で留めておくっていう悩みをこう止めておくっていう方が多いと思いますので、遠慮なくですねソーシャルワーカーを使ってですねどんどん相談していって言っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、これソーシャルワーカーさんへの相談っていうのは、はい、例えば通ってらっしゃる病院にいらっしゃる方に相談っていうのが一番近いですかね、はい、窓口としてはね。そうですね、はい、かかってらっしゃる医療機関にソーシャルワーカーがいればですね、まずそこにお問い合わせするっていうのがよろしいかと思います。それでじゃあどこにもないっていう場合は、うんうんうん、例えばお家の近くですとか、はいはいはい、自分が 気になってるというかここに相談してみたいというところがもしあればですね、うんうん、多少家から離れてても、はいはい、それは構わないと思いますので電話でかけていただければ相談乗ってくれます。病院以外にソーシャルワーカーさんというのは どこにいらっしゃるんですか。病院以外では自分で事務所を出しているような方もいらっしゃるんですけれども、はいはいはい、まあ、数が非常に少ないものですから、まあ、医療機関の医療相談室もしくは地域連携室というふうに、はいはい、名乗っているところもあります、はいはい、でそこにお電話をかけていただければ、うんうんうん、よろしいかと思います。ということでぜひね、はい、相談していただきたいと思います。何でしょう、第三者のプロの方にご相談することで自分の気持ちも楽になるところもあると思うし、そうですね、はい、誰かに話すっていうことだけで全然違いますよね。そうですね、はい、でしかもそれが解決にねちょっと結びつくようなことにですねつながっていけると、それがやっぱりなんか、ね、自分で持ったままだと、ね、解決策にもなかなかつながれないので、誰かに相談してみるってことをぜひねしてみていただきたいと思っております。そうですね、でその身近な存在としてソーシャルワーカーさんがいらっしゃるよということですね。はい、そうです。小野さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。川西先生は日々のこの最近の診療とかで感じていらっしゃることとかありますか。今はですね、本当にコロナ太りって言われているようにね、本当に動けなくなった分そのまま食事続けてしまって太ってるっていう方増えてますので、本当に歩くだけでもいいですし、本当にソーシャルディスタンスとは言いますけど、基本的には人混みでなければほとんどの場所はもうソーシャルディスタンス保ててますので、人のいないところでマスクも本当はしなくていいんだけども、みんなしてるからしなきゃなんないみたいになってますけどもね、どんどん体を動かして食事をですね気をつけながら免疫力を上げるっていうことでね、まあ、肝臓の方はやっぱりデータを見ながらちゃんと良くなってるかどうかっていうのはね、逆に悪くなってるっていうようなことがあればそれを是正しなきゃならないので、そういったのをきちんと受診しないと見つけれないっていうね、そういった部分もあるのでね、自分の病気に必要な検査だとか治療だとかの本当により強調してね、受診するようにって行政の方でも言ってもらった方がいいんでしょうけども、なかなか距離取りましょうの方ばっかり優先されちゃって、うんうん、そうですね、運動とか歩くのはもう全然していいんですよ、はいはいはい、っていうことをね強調しないとならない時期に入っているなと思います。そうですね、はい、ということでございます。やっぱ体を動かさないと、それこそ新型コロナウイルスじゃなくて他のことでね健康を損ねてしまうっていうこともね、肝臓にも悪いということですね、うん、はい、ということでぜひぜひ適宜自分の健康を守るためにどういう行動が必要なのかなっていうのを、新型コロナウイルスだけの目線だけじゃなくてね、自分に合った目線でぜひぜひ行動を選択していただきたいなと思います。はい、ということで、川西先生何か告知などありますか。他に、いや大体言いたいことを言わせていただきました。ありがとうございます、はい、
はい、ということで毎月ですね、B 型肝炎、C 型肝炎、ウイルス性肝炎のことについてこの時間をお届けしております。また来月ですね、7月でございます。ということで今日は、医療法人社団水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌から川西輝明さんと、そして大野浩二さんにお越しいただきました。大野さん、川西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。